役安めぐみさん、そしてキルア役伊勢マリアさん、クラッカー役の沢城みゆきさん、ひそか役の並川大輔さん、そして劇場版の重要なキャラクターを演じられましたアイロ役の川島海香さん、そして面影役の藤木直人さんです。さらにですね、今日はゴン君、キルア君にもご登場をいただきました。皆様今一度大きな拍手でお迎えください。僕らのやり方で、大きな拍手でお迎えいただきました皆様、本日はようこそお越しいただきました。ありがとうございます。さあ、それではですね、主人公ゴン役のハンさんより皆様に一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。まずはではハンさん、ご挨拶お願いします。はい、皆さんはじめまして。テレビ越しにはいつもありがとうございます。コンフリックス役のハンめぐみです。とうとうこの日を迎えられて、すごく幸せです。すごい満員ですね。もっともっとたくさんの方に見ていただきたいので、皆さん、よかったよよかったよと言っていただければなと思います。本日は短い時間ですが、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ハンさん、今コメントの中にもありましたけれども、ハンさんご自身もこのハンターハンターの大ファンということで、そういった意味でこの初日って特別な思いがあるんじゃないですか。いかがですか。そうですね、10年前に自分の初めてのお小遣いで買った漫画がハンターハンターだったので、もう本当に感無量と言いますか。でもなんかこの劇場版を通して、またなんか新たにこう皆さんとの絆もギュッと深まったのではないかなと思っていますので、なんかもう本当にたくさんの方に見ていただきたいですね。もうなんかもうダメですね、涙腺が来てしまって、すでに泣きそうなんです。始まって5分経ってないですけれども、もう前室でもう何も言葉が入ってこなくて、周りの、もうなんか早く皆さんにお会いしたくて、もう泣いてるんですけど温かい言葉もね飛んでおりますけれども、はい、さらにもしかしたらハンさんの涙腺を緩めるかもしれませんが劇場版第2弾始動というね、嬉しいニュースも入ってきましたね。はい、そうですね、もう今その言葉でさえも耳に届かないぐらい、もうすごい感無量で緊張しちゃってるんですけど、もうね、なんか本当にありがたいことだなと思ってるので、これも一人に皆様のおかげだと思っておりますので、本当にいつもありがとうございます。後ろではゴン君が見守ってますので大丈夫ですよハンさん、ありがとうございました。続きましてはキルア役の伊勢マリアさん、ご挨拶をお願いいたします。はい、キルアゾルディック役を演じさせていただいております伊勢マリアです。私もこの日をすごく楽しみにしていました。皆さんも見終わった後ですよね、いかがでしたかありがとうございます。今日は短い時間ですが、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。何でも伊勢さんは初恋の人がキルアということで、はい、あ、いいですねそうなんですよ。本当に私もその小学生の頃に週刊少年ジャンプ本誌の方で連載をずっと読んでいまして、私も初めて買った少年漫画の単行本がハンターハンターで、その当時本当にもうキルアのことがもう大好きで大好きで、本当に初恋の人です。なるほど、そういった意味ではね、あ超嬉しいドキッとするシーンもありましたけれども、特別な舞台になりましたね、今日は初日は。あ、もう本当に感無量です。ありがとうございます。それでは続きましてクラピカ役、沢城みゆきさん、ご挨拶をお願いいたします。はい、クラピカやらせていただいてます沢城みゆきです。本当にこんなにたくさんの皆様と初日迎えられて幸せに思います。本当に今日はどうもありがとうございます。クラピカにとってはこの劇場版というのは特別な、ね、はい、ものになったと思うんですけれども、全国のクラピカファンが待っていたと思いますよりクラピカへの愛情増したんじゃないですか。そうですね、私も今までこう想像で埋めるしかなかったその幼少時代がこういった描いていただけたということで、思い出深い一本になったんですけれども、実は何よりこうクラピカに対する愛情というよりも、ゴン、キルア、レオリオっていうこう仲間に対する愛情がなんかこう自分の中では深まったなという気がしていて、そういう意味でも本当に大事な一本になりました。そうですか、はい、ありがとうございます。続きまして密か役の並川大輔さんです。ご挨拶をお願いいたします。はい、密か役をやらせていただいておりました、おりました並川大輔です。皆さん本当に朝早くから、
見ていただいてありがとうございます。短い時間ですがよろしくお願いします。あの皆様もご覧いただきましたこの劇場版ね、終盤には密かとそれから幻影旅団の本当に見応えのあるバトルシーンだったりそういったものもあったと思うんですが、はいはい、この劇場版のハンターハンターならではだなと感じたところは浪川さんどんなところですか？そうですね、あのテレビシリーズの方ではもうお亡くなりになったキャラクターとかもいらっしゃったんですけども、面影さんのおかげで、こう幻影旅団が復活しまして、あこことここがこう対戦するんだみたいないろんな新しい場面も見れましたし、密かにとってもそのちょっと今回おいしいとこ取りだったような気もしますが、何よりも劇場版の、まあ、スタッフの中でも言ってたんですけども、なんか密かにちょっと肌がトゥルトゥルになって髪がモフモフになっていて非常に今回ツヤ感がある、ただでさえちょっと怪しい感じなんですが、今回この劇場版ならではというのはちょっとぜひもう一度皆さん足を運んでいただいて密かの肌感というものをぜひ確認していただければ嬉しいなと思います。なかなかそこまでチェックされていた方いないと思いますので、ぜひ皆さんもう一回見てください。お願いいたします。ありがとうございました。さあそれでは続いて今回劇場版ゲスト声優のお二方にお話を伺ってまいりたいと思います。まずは物語のキーマンとなりますパイロを演じられました川島海香さんです。皆様にご挨拶をお願いいたします。海香、はい、パイロ役をやらせていただきました川島海香です。本当に初日を迎えることができて自分自身もすごい楽しみにしてた日だったので本当に嬉しいです。こんなにたくさんの人の愛情や、こだわりが詰まった作品出させていただけて自分自身もすごい光栄だなと思います。これからたくさんの人に見てもらえるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。本当にこうパイロンのイメージにぴったりだなという川島さんなんですけれども、そして声優初挑戦でいらっしゃいます今回の劇場版のボス面影を演じられました藤木直人さんです。ご挨拶をお願いいたします。面影役をやらせていただきました藤木直人です。僕みたいな素人が本当にこんな大事な役をやってしまって本当にすみませんでした。でもあの声の仕事にはすごく興味があったのでこのような素敵な機会を与えてもらって感謝しています。あとめちゃくちゃプライベートなこと言っていいですか？はい、今日1月12日はあの僕の母親の誕生日なんですよ。僕におめでとうじゃないんですよ、あの京子さんって言うんですけれども京子さんにおめでとうって言いたいんですけれどもあのまあねめっちゃ悪役だったんでどう感じるか分かんないんですけれどもあのすごく親孝行ができました。ありがとうございます。声優初挑戦の作品の初日とお母様の誕生日が重なったということで忘れられない日になりますよねこれは。はい、ありがとうございます。そして、まあ、新たな年2013年もこうスタートしまして間もなく2週間ということでこれからキャストの皆さんが新たに挑戦してみたいと思っていることまた手に入れたいと思っているものなどをハンターハンターならではということで〇〇ハンターという形で発表していただきたいと思います。さあ皆様に何やらものが配られましたけれども新年ということで今日はですね書き初め風に発表をしてまいりたいと思います。では順番にまいりましょう。まずはハンさんお願いいたします。はい、私はこちらです。ドン、ハンターハンターになりたい。どういうことかな。ですね、タイトルではあるんですけれども、このハンターハンターを通して ここにいらっしゃる皆さんやキャストの皆さんやスタッフの方々たくさんの人に出会えた年だったので、あの去年一昨年とそういう年だったので、あのよりねこのハンターハンターという作品を知っていただいて、いろんな 方々とこう出会いたいなっていう思いも込めまして、そして私個人的にはですね、あのハンター試験を皆さんとやりたいなと思ってて、それが年内の目標です。はい、なんかそういうことみたいです。はい、あの皆さんもちょっとどよめいていらっしゃいましたけれども、でも本当にこのなんだろう、数ある作品の中からこうハンターハンターという作品をこう見に来てくださってる方たちと本当にご縁だなって思うんですよね。だからそういう縁を大切にして今年も頑張っていきたいなと思うので
ハンターハンター、はい。ということはハンさんも2013年もハンターハンター漬けということでよろしいですか。はい、ハンターハンター漬けで、そして皆さんを巻き込んでということで、はい、はい、ありがとうございますということで直球で書いていただきました、はい、ハンターハンターということでした。はい、さあでは続いては伊勢さんにお願いしたいと思います、はい、では何ハンターでしょうか、お願いします。じゃじゃん、お、お仕事ハンター伊勢マリアということで、はい、あの本当に去年1年あの、まあ、ハンターハンターにあの携わらせていただいて、本当に貴重な経験を本当にいっぱいたくさんさせていただいたんですよね。例えばこの劇場版 の, あの主題歌でありますアーティストゆずさんにあの楽曲を提供していただいて、カップリングの方であの私と、まあ、めぐみちゃん、もう一人レツっていうオリジナルキャラクター の, あの平野綾さんと3人で歌わせていただいたりとか、他にもこういうふうに初日舞台挨拶で皆さん の, あの目にお目にかかる機会をいただいたりとか、本当にいろんな機会をいただいて、2013年もさらにもっともっとあの飛躍できるように、あの声のお仕事はもちろんそうですけど、まあ、舞台の方だったり個人的にもっといろんなところで皆さんにお目にかかれるように頑張りたいなと思って、お仕事ハンターとさせていただきました。ありがとうございます。さらなるね、伊勢さんの2013年の活躍も皆さんも期待していらっしゃると思います。お仕事ハンターということでした。ありがとうございました。さあでは続いて沢城さんです。はい、お願いいたします。私はこれにしましたよ、別役ハンター。なるほど。私旅団編が終わりまして、はい、あの空港でいつかまたって言った後ですね、本誌に10年出てないんですそれで寂しいなと思っておりまして、まあでもね、あの劇場版の第2弾が決まりましたので、でもどうかな、出るのかなという感じなので、ぜひグリードアイランド編、アリ編、じゃあパームとかどうですか具体的なの来たなあの別役で何としても、はい、あのハンターの現場本当にあの大先輩たくさんいらっしゃったりして、とってもエキサイティングな現場なので、あのもう少し関わっていたいなという思いで別役ハンターです。皆さんもやはりこのハンターハンターの中で三四郎さんの声聞きたいですよね。どうですか。これだけの皆様がね応援してくださっていますので、今日はあの偉い方もたくさんいますから夢が叶いますよありがとうございます。別の役、まあ、別役ハンターということでいらっしゃいました三四郎さんでした。さあそしてですね、実はこの書き初め風なんですが、出演者の皆さんそれぞれ何を書いていらっしゃるかというのはご存知なかったんですね。で一番期待を集めていらっしゃったのが次の方でいらっしゃいますちょっといいですか、はい、申し訳ないですけどものすごい開きたくないんですけど大丈夫ですか。いやいやいや大丈夫ですか。この方に皆さんこう頼り切っているという印象が、実は舞台袖でそんな光景がありました。鉄板の、いやいやいや本当にもうすぐ開きましょう期待してます。それでは浪川さんお願いします。ハンターハンターです。嘘、ここで被るか。ちょっとカンニングしないでくださいよ。僕もハンター試験をじゃあ年内に受けたいと思いますけども、もう早速巻き添えですけど、いやこれやっぱりハンターハンター、はい、もうそのね、あの皆さんの同じ表情僕を見る、まずですね、そうですね、やっぱりこうハンターハンターがこうね、まあ、第1弾、特に今日初日ということで、演技もありますし、こう少しでも覚えてもらって、いや知ってるから来てるって話もありますけども、皆さんにどんどん宣伝してもらって、ハンターハンターというのをこう脳裏に焼き付いてもらうと。そしてですね、ちょっと被るんですが、まあこれ以上被ることはないんですが、ひそかもですねグリードアイランドが終わるとですね見事にいないんでございます。そっか、そっかそっか、はい、ちょっとまあね最近ちらっといろいろありますけども、ね、鬼ごっこをずっとしていますので、ちょっとまだいないんですね。なので次第2弾とちょっと劇場があるということなんですけども、今回は4番のお話で面影さんが出ていらっしゃったので、今回ねこうできたんですが、ちょっと他のハンターハンターハンターの番組っていうのはいろんなハンターが出てくるんで、少しでもそのハンターたちをやっつけていけば自分の出番が増えるんじゃないのかと思いまして、そういう意味も込めてハンターハンターという、いうのを作りまして、まあそのハンちゃんのね開いた瞬間に皆さんの苦笑いの時ありましたね。もう帰ろうかと思いました
ということで今年も1年ハンターハンターよろしくお願いいたします。ナミカさんありがとうございました。小さい声でうわーっていうのやめてください。ありがとうございました。さあそれではですねゲスト声優のお二方にここからは開いていっていただきたいと思います。ではまずは川島さん、はい、いやお願いいたします。はい、開きます。じゃん、女子力ハンターです。いやでもすごい市場になっちゃうんですけど、今年は10代最後の年なので自分的にももっと磨いていきたいなっていうのもありますし、結構こうやってイヤリングとか衣装とかで付け出せてもらえるようになったのも最近なので、はい、なのでどんどんなんかいろんな洋服も着て、はい、憧れてもらえるように頑張ります。さあそれでは鳥になります。はい、藤木さん、はい、お願いします。声優ハンター、はい、これはいかがでしょうか。いや本当に初めてのことばっかりだったんで、実際にスタジオに行って無我夢中でやっていたらあっという間に終わっちゃったんですよ。で終わった後に思ったことだったり出来上がったものを見て思うところがあったんで、まああと1回は声優の仕事をやらせていただきたいなというふうに思います。なるほど。ね、はい、第2弾には絶対出てこないと思いますから。私も出てこないですよね多分。僕に聞かれても分かんないです。違う役でもいいんでぜひよろしくお願いします。偉い方たくさんいらっしゃいますから。浪川さん、ね、藤木さん声優初挑戦ということだったんですが、はい、こうね、なかなか言いにくいかもしれませんけれども藤木さんのこの声優ぶりというのはいかがでしたか。なんで言いにくいかもしれないというのを言いながら質問するのかちょっとあれですけど、いやもちろん全然やっぱりそのお人柄もありますし、お芝居はずっとされてますし、その確かに技術的な当てるとかはやっぱりすごく大変だったと思いますけども、やっぱりすごい一緒にこうね、一つの作品を携えて僕も嬉しかったので、ぜひ今度またなんか一緒になれたらよろしくお願いいたします。気を使ったコメントありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ということで皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。